は本格的に忍びの道を歩むことになった。そしていよいよ初任務だってばさ。いいか、ここが上忍、中忍、下忍、全ての忍者が任務を受ける受付所だ。分かっていると思うが、忍者の任務には必ず依頼者が存在する。その内容は国家間の紛争解決から里の平和維持活動、要人の護衛、果ては個人の遺失物探しまでと多岐にわたる。どんな任務を振られてもバシッと決めてやるってばさ。任務にはランクがあるんですよね。依頼は難易度の高い順に S から D までに分けられてて、上層部が能力に合った任務を振り分けるって聞いてますけど。その通りだ。サラダ、よく知ってるね。これくらい当然だよ。んじゃ、いきなり S とか A ランクで活躍して第7班のすげえとこ見せつけてやるか。思いっきり張り切ってるところ悪いが、新米のお前たちは C か D ランクの依頼からコツコツとこなしていくことになるんだ。これじゃあ、ま、仕方ねえか。最初だし、その程度の依頼ならちゃちゃっとこなして、とっとと依頼主から報奨金もらっちまおうぜ。そういうものなの？ああ、俺一人でも楽勝だぜ。一人で楽勝か。七代目、どんな任務でも楽勝ってのはないってばよ。